新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。こだま号名古屋行きです。終点名古屋までの各駅に停まります。次に車内のご案内をいたします。普通車は電車自由席です。グリーン車は指定席で8号車の2階と9号車、10号車です。個室は9号車の1階にあります。禁煙車は1号車、2号車、7号車、8号車、12号車です。テイクアウトスタイルのカフェテリアは8号車の1階です。1両おきにあります。車掌室は7号車と10号車です。皆さん、お待ちのお様でした。こだま494号名古屋行きです。これから終点の名古屋まで電車行きの到着時刻をご案内します。次の東寺島19時42分、江原19時55分、新諸道20時2分、徳山20時12分、新村市20時25分、岡山の20時41分、相生21時分、乗り心地はいかがですか。さて、この第5チャンネル JR オーディオスペシャル、今回は映画で使われたセリフなどを取り上げながら英会話を楽しく学んでいただこうという JR テキストいらずの英会話です。ゲスト DJ 講師としてラジオや大学で英語を教えていらっしゃるハイディ矢野先生をお迎えしています。ご案内役は私ジョー芳生です。それではこれからの約40分第5チャンネルでごゆっくりお楽しみください。
Hi, this is Heidi Yano. Whoever you are...治っていう人のね、こうなんかエッセイ集読んでてね、うめえこと言うな、頭のいい人はと思ってね、しみじみ読み返した文章。うん、原文が手元にないんでね、いつだか違ってるかもしれませんがね、太宰治のエッセイの中にね、こんなことが書いてあったんですね。優秀の優ですな。人よりも優れてるとか優しいとかいう、あの優秀の優、あれは人の横に憂いを立てて優と読む、優しいと読む。うまいこと言いますね。太宰治さんはね、その後こんなこと言ってるんですよね。心の中にいっぱい悲しみが詰まっていない人は優れてもいないし人に優しくもないって、これは思い当たる節があるね。悲しみがいっぱい心の中に詰まっている人が優しいし人よりも優れてるんだ、勉強のがよくできるんじゃなくて悲しみの量が優しいか優れてるかを見抜くその評価になりうるんだっていう、これはね大学僕2年の時読んだかな、深く考え込んだ思い出があります。頭のいい人はなかなかいいこと言いますね。それから読書癖ってのが未だに治りません。本で一番いいのは言葉に関して過敏になれること。他人の言葉に関して敏感になれるんですね。例えば頑張れっていう言葉、よくつぶやいてみると悲しいですね。ほらよく言うでしょう、マラソン選手がオリンピックかなんか出てもうヘロヘロになっていく、走っていくほどみんなが頑張れって言いますね。もうバレーボール投げそうになってる、頑張れ、甲子園でこう泥だらけになって球をかけてもう8対1ぐらいでもう大方もうね、あの勝負はついてる、頑張れ。そうなんだよ、頑張れってさ、日本人ってちっともいい意味で使ってませんね。絶対に負けるという人に向かって日本人は初めて頑張れって言うんですね。じゃあ勝ってる人には何て言うかっていうと、きっとあと1本とかね、あと1人とか、それからヘロヘロになってそれでもゴール目指して一着で飛び込みそうな選手に向かってはあの世界新目指せとかね、負けそうな人に向かってだけ日本人は間もなく新大阪です。東海道線下り大阪芦屋方面、上り吹田高槻方面と地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいました。